こんにちは、英子です。朝一焼くだけパンにたくさんのリクエストありがとうございました。その中で一番多かったのがお惣菜系でしたので、今回はミニウインナーパンに野菜やチーズをたっぷりかけて焼くウインナーちぎりパンを作ってみました。これ結構皆さんのご要望をコンプリートできたのではないでしょうか。レシピを考えるのも作るのも楽しかったですし、本当に美味しくできちゃって大満足です。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉 150g、 きび砂糖 9g、 塩 2g、 ミルクパウダー 8g、 イースト 1g、 牛乳 38g、 太白ごま油 6g、 蜂蜜 6g、 ぬるま湯 70g です。牛乳とぬるま湯は人肌程度に温めてあります。牛乳の中にイーストを振り入れます。そしてよく溶かしておきます。粉類を合わせます。まずきび砂糖、塩、ミルクパウダー、粉類を混ぜます。空気を含ませるように軽く混ぜます。ミルクパウダーのこういう塊があるときはここでほぐしておきます。イーストを溶かした牛乳、太白ごま油、蜂蜜、混ぜます。最初はぐるぐる、あ、お水入れるの忘れちゃった、すいません、忘れちゃった、危ない危ない。はい、ぬるま湯入れます。少し残して後で調整します。気を取り直して最初はぐるぐる、全体に水が回ってきたら下の方に持ち替えて切るように混ぜます。水分を足します。全部入れていいかな、はい、よく混ぜます。今日はこねないで作るのでここで 2,3 分よく混ぜます。このボウルの側面を使ってこすりつけるようにするとダマがなく全体がよく混ざると思います。 2,3 分混ぜました。生地はこんな感じです。ではボウルの周りを少しきれいにして、蓋をしてこのまま30分置いておきます。はい、30分経ちました。では1回目のパンチを行います。香りのない植物オイルを少し垂らして生地の表面と容器に少しなじませます。まず生地を集めてひっくり返して軽くポンポンします。そしてビローンって伸ばしながら10回ぐらい折りたたみます。そしたら生地の表面を軽く整えて、はい、これで OK。 蓋をしてまた30分置いておきます。30分経ちました。では2回目のパンチを行います。1回目と全く同じです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。はい、生地の表面を整えたらまた蓋をして30分ほど置いておきます。はい、30分経ちました。では3回目のパンチを行います。今日はいつもの3回目のパンチとは違いますよ。いつもは1回目と2回目と同じなんだけど、今日はね、もうこうやってこういう風にやるだけ、これだけでもね十分だということに気がついたので、楽に越したことないでしょ。こうやってね、生地をまとめるだけ、締めるって、なんて言えばいいの？丸め直すだけ。丸め直して、表面を整える。
これだけで大丈夫です、はい、蓋をして温かいところで2倍になるまで発酵させます。はい、本日の主役ウインナーです。今日はシャウエッセンを使います。これね、6本入りなんですけど、今日は5本使います。5本、これちょっと水気をね、よく拭き取っておきます。別に切ったりとかしないので、このまんま、はい、軽く水気を拭き取って準備しておきます。この残りの1本はスープにでも入れましょうね。はい、一次発酵が終わりました。今日はね、30分でこのくらい大きさになりました。ちなみに今日の室温が27度あるので、やっぱり発酵も早いです。ではこれを台の上に移します。はい、ガスを抜きます。前回のアンバターブレッドの時にね、この丸めるっていうのとベンチタイムを省略したがために、ちょっと翌朝の生地にガスがいっぱい溜まってしまったので、今日はちゃんとやります。はい、そしてこれを5分割します。苦手な5分割ですが、はい、今日は重さを揃えません。このままで大丈夫。丸めます。なんかすごいベトベト。手粉を使って丸めます。丸め終わったらタッパーをかぶせて10分ぐらいベンチタイム取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。成形します。ごめんなさい、いろいろ間違えまして、生地を伸ばすところが取れてませんでした。手でも綿棒でもいいので、ウインナーが収まる長さの楕円形に伸ばします。はい、このように広がりましたらウインナー乗せます。餃子を包むより簡単。こんな風に閉じます。結構緩めに巻いた方がいいです。きちきちに巻かないで大丈夫。ちょっと形をなじませて、これで OK。 容器に入れました。下に粉をうっすら敷いておきました。くっつかないようにね。そしたらこれにサランラップをして、念のためにビニール袋に入れます。このままカットするとちょっと切りにくいので、15分から20分ぐらい冷蔵庫でちょっと冷やしたいと思います。はい、これは最終発酵に使うタッパーです。オーブンペーパーをこのようにくしゃくしゃにしてから広げて敷いておきます。はい、15分経ちました。はい、生地は結構冷えていますので切りやすいと思います。このラップまた後で使います。ちょっとね、薄く粉を振ります。生地を3等分、はい、こんな感じで入りました。この容器いっぱいいっぱいに広げるよりも、このくらいなんかくっつけた方が可愛くなるみたいなので、こんな感じで入れました。冷蔵庫に入れる前に少し霧吹きをして、先ほど使ったラップ、そして蓋をぴっちりします。ぴっちりぴっちり。冷蔵庫の野菜室で8時間から12時間ぐらいを目安に最終発酵させます。おはようございます。11時間経ちました。こんな感じに発酵しています。なんかこれ横向いちゃってますけど、起きて。はい、ではこれね、出していきます。
せーの、ほ、この上に、具材を乗せていきます。今日は冷蔵庫にあったもの、こんなものを用意しました。これが赤い、パプリカですね。ブロッコリー、冷凍のコーンと、あと枝豆、あと玉ねぎです。これを乗せていきます。このままでもいいんですけど、少しねマヨネーズをかけると美味しかったので、ちょっとだけね薄く塗ります。オーブンの予熱は今200度で予熱スタートさせています。ちょっとこんな感じでペタペタっと伸ばしていきます。具材を乗っけていきます。この乗っけるものは何でもいいんですけど、水分が少ない方が生地がべちゃべちゃにならなくていいと思います。赤いのが入ると綺麗なので、プチトマトも乗せたかったんですけど、すごくジューシーだったので今日はパプリカにしました。ビタミンカラーを乗せると見た目もカラフルで綺麗だし、栄養的にもバッチリです。最後にチーズをたっぷり乗せます。今日は天板も一緒に予熱してあります。そこにドーンと移します。ではオーブンに入れていきます。はい、焼けました。200度で16分焼きました。ふわふわの生地のウインナーパンと野菜やチーズのバランスが良くって、とっても美味しく焼けました。ちぎりパンなので食べやすいのもいいところです。楽しんでいただけましたら高評価をポチッとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。